何のつもりなの。お前からキュービを引き出し木の葉を潰す。さあ出てこいキュービ。お前の相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。さすがは先生だ。今は俺の方が早い。私はしない。お前は何者だ。なぜ木の葉を狙う。俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるというのに、すでに希望などお前らにはない。力を持ち、木の葉に出入りできる忍び。それに当てはまる人間は俺の知る限りで一人しかいない。まさかあなたが内葉マダラだというわけ。さあどうだろうな。忍びの力は何をなそうとしているか、その意志の強さで変わる。わかるか。俺とでは意志の強さが段違いなのだ。ここで時間を食っていてはその被害が大きくなる。早めに奴を仕留めます。ここはそれが俺を相手にそれができるとでも思うのか。なぜ木の葉を狙う。はぁ言うなら気まぐれであり、計画でもあり、戦争のためでもあり、平和のためでもある。どうした四代目。お前の力はこの程度ではないだろう。里が気になるか、それとも子供が気になるか。いずれにせよ戦いに集中できないお前はここで死ぬ。依頼神二の段だよ。さすが四代目火影、この俺に手傷をくれるとはな。だがいずれ物事は俺の思うがままに流れることとなる。俺はこの世を滑る者。やりようはいくらでもある。
キュービー野放しのまま出てきちゃったけど、いいの？今回の一件で木ノ葉に壊滅的なダメージを与えられた。しばらくは自里の復興に目が向けられるはず。なるほど。その間に動くというわけか。月の目計画をなすにはいろいろと準備がいる。大国の注意はそらしておくに限る。行くぞ。この世界は真っ暗だ。湊先生、こんなとこ、こんな世界は。どうでもいいんだよ。